こんばんは、サノノタワーです。僕も、このライブエイドの様子をテレビでずっと見てるんですけれども、それぞれの、ロックアーティストたちがこのイベントの趣旨に沿った形で、選曲それから演奏しているのがとても興味深いです。そして番組の最初の方で、ジョン・バイズも言ってたんですけれども、かつて1971年にアメリカウッドストックというところでやはり愛と平和ということをテーマにした、ロックコンサートが行われている、いますけれども、このライブエイドコンサートというのはその、ウッドストックコンサートと同じくらいにパワーがあって、そして、現実的なものだというふうに感じています。そしてこの、イベントを主催しているボブ・ゲルドフ、彼の、誠実さ、それから情熱、勇気に対して、僕ら側からも、何かの形で、こうしていきたい、そんなふうに強く思っています。もし番組を見ている方で、このイベントを趣旨に賛同してくれる人がいたらば、チャリティーに協力してくれると嬉しいです。そして、次に見てもらう映像なんですけれども、これは、この、イベントの趣旨に沿った形で特別に編集されたものです。聞いてみてください。シェイブ、佐野元春。誰かを汚したくない。